東京都で今日確認された新型コロナウイルスの新たな感染者は1181人でした。先週の火曜日より270人減りました。東京都によりますと、直近1週間の感染者の平均は891人で、前の週と比べて 71.8% となりました。入院しているのは833人で、このうち11人が重症です。重症者用の病床使用率は昨日から 1.3 ポイント下がって 9%、 全体の病床使用率は 1.2 ポイント下がって 15.7% となっています。また80代と90代の男女5人の死亡が確認されています。